女子高校生を使った JK ビジネス店が大阪で摘発された事件で、店ぐるみで女子高校生に性的なサービスを行わせるシステムだったことが分かりました。河合明人容疑者は今年6月、自らが経営する風俗店新大阪女子高校で当時17歳の少女に客に対し性的なサービスをさせた疑いが持たれています。この店は女子高校生が個室でカウンセリングを行うと謳い、30分で6000円の料金設定ですが、実際は裏オプションと称する性的なサービスが横行していたとみられます。性的なサービスの料金は女子高校生が決め、得た金は本人のものとする一方で、そのために20分で3000円かかる延長料金を店側の収入にしていたことが分かりました。店には少なくとも数十人の女子高校生らが在籍していて、警察では店ぐるみで違法な性的サービスを行わせていたとみて捜査しています。